スイスのニヨンで14日、チャンピオンズリーグ、ラウンド16の組み合わせ抽選が行われた。今し、ズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、グループステージで2位以内に入ったクラブで戦う決勝トーメント。その1回戦では、グループステージ首位、下チームと2位通過チームが対戦する。首位通り、チームは、セカンドレグをホームで戦うこと。また、このラウンドでは、同じサッカー連盟にするクラブ同士が当たることはない。昨季のものであるバイエルン・ミュンヘンは、イタリのラツィオと激突。昨季準優勝に終わったパ・サンジェルマンは、ネイマールの古巣でリネル・メッシを擁するバルセロナと対戦することが決まった。南野匠が所属するリバプルは、ライプツィヒと、中島翔也のポルトはユントスと対戦する。チャンピオンズリーグ祭優勝回数を誇るレアル・マドリードはアタンタと対戦することになった。チャンピオンリーグラウンド16は2021年2月16日から行われる。対カードは以下の通り。ボルシア・メンヒエングラートバッハ、ドイツ対マ・チェスター・シティ、イングランド・ラツィオ、タリア対バイエルン・ミュンヘン、ドイツ・アレティコ・マドリード、スペイン対チェルシー、イングランド・ライプツィヒ、ドイツ対リバプル、イングランド・ポルト、ポルトガル対ユベンツ、イタリア・バルセロナ、スペイン対パリ・サ・ジェルマン、フランス・セビージャ、スペイン対ルシア・ドルトムント、ドイツ・アタランタ、イリア対レアル・マドリード、スペイン、両。